テオドール・デイラーは、ドイツのピアニスト、作曲家。ジュリアス・ベネディクト、カール・チェルニー、ジーモン・ゼヒターに支持し、ロマン派のビルト・オーゾ・ピアニストとして、名を馳せた。デイラーは、ナポリで生まれた。彼の父がそこに住み、カペルマイスターを務めていたからである。神道であったデイラーは、この地で指揮者の、ジュリアス・ベネディクトから、最初の音楽教育を受けた。デイラーが、ナポリで、 公開演奏会をするようになったのは13歳の時である。1827年、デーラーは父がルッカで働くことになったため、共にそこへ移り住んだ。1829年から1834年には、ウィーンに今を構え、ツェルニーの下でピアノを学び、同時期にジーモン・ゼヒターから作曲の指導を受けていた。次に、 彼の足取りがわかるのは1838年、リストがウィーンに、タールベルクが再びパリにいた時である。1832年に、デーラーはルッカ広告の援助を受けることができるようになった。1834年から1845年には、コンサートピアニストとしてヨーロッパを旅して回り、イタリア、フランス、オランダ、デンマーク、ポーランド、ロシアで演奏を行った。 彼はピアニストとして非常に成功し人気を博したビルト王ーであったと考えられている。1846年、デイラーを援助していたルッカ公国が彼に男尺の地位を与えた。貴族の一員となったデイラーは、その年にロシアの王女であるエリーゼ・シェルメテフ夫人と結婚することができた。これに伴ってデイラーは公開演奏から引退して、しばらくの間モスクワに落ち着く。 1848年にはナポリへと戻り、そこでピアノ商品やオペラ、短期リーダーを作曲した。このオペラが初演されたのは1856年のフィレンツェでの彼の死から24年後の1880年のことであった。ありがとうございます。